こんにちは、セイです。ネイキです。はい、今回は超初心者向けの動画なんですけれども、まだ簡単なフレーズとか英語しかわからない方が上級者に聞こえるようにするための動画になっておりまして、上級者っていう、上級者いいじゃないですか、バカにしないでください。皆さんを上級者に、上級者にさせる、はい、これが上級者、上級者か、これ初級者か、これは波動拳みたいな、あ、そう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 、これでね、上級者っていう、はい、はい、ということで上級者にねしていくために、どうするかっていうことなんですけれども、まあ、皆さんがよく知っているようなフレーズを15個取り上げて、うん、それを1個ずつ少しレベル高く聞こえるような表現に置き換えていくっていうスタイルでこれやっていきますので、皆さんをね、初級レベルが超初級レベルから上級者に、上級者に、ね、はい、していこうと思いますので、はい、ついてきてください。で、今回の内容に関しては、公式 LINE でね、テキストにしてまとめておりまして、こちら全部無料でプレゼントしております。で、こちらは超初級というキーワードを入れていただければダウンロードできるようになっておりますので、こちらも合わせて確認しながら、で、普段使っている簡単な表現をちょっとだけレベル高くですね、置き換えていただければと思います。では早速やっていきましょう。はい、それではやっていこうと思うんですけれども、うん、まず一番最初は Hello, how are you? なんですけれども、これをちょっとだけレベルアップしていきたいんですけれども、 Hey, how's it going? とか Hey, how's it going?はい、なので皆さん今後 Hello, how are you? ではなくて Hey, how's it going?、うん、言うようにしてください。これ意味は基本的には一緒だよね。一緒、うん、What's up も別に、うん、Hey っていう意味、 Hey, what's up? とか What's up も別に何も聞いてない、 Hey って言ってるだけだから、あ、What's up?、うん、もう、hey、 うん、なるほどね、うん、だ、結構カジュアルだよね。そうだね、それはカジュアルだね。 Hey, how's it going? はもうちょうどいいんじゃない、うんうん、なので Hello, how are you? Hey, how's it going?、うん、ね、これ置き換えていくようにしてください。意識的に、ね、これからこればっかり使うようにしてみてください。そうすると今までの、ね、得意技が上書きされていきますので、繰り返していきましょう。では次、 Hello, how are you? Hey, how's it going? 言われたら I'm fine, thank you. And you?これは言わないな。これは言わない。これ、not bad you とか、not bad yourself とか。いいですね。not bad yourself?、ね、これ、not bad。初級者なかなか、ね、使ってる人いないと思うので、うん、Not bad yourself っていう風に言えたら、お、ちょっとこの人英語上級者かもっていう風に思いますので、うん、Hello, how are you? だ、ね、そういう判断、何、そういう診断をするんだ、お、この人は上級者ですねっていない。多分あっち以外そういう判断する人いないと思う。Not bad yourself、 お、この人上級者だな、いますよ。いる？いるよ。いるよ。ニック以外みんなそうです。あ、この人。そんな人いない。アンコンシャスにね。この人、あ、この人上級者だったと思ったけど、やっぱ中級者が。あ、そうなるね。オッケーオッケー。わかった。オッケー。はい。Not bad yourself。覚えておきましょう。はい。で、次、初めてね、誰かに、例えばクラスとかであったら、What's your name?っていうふうに言うと思うんですけれども、別にこれも悪くないんだけれども、うん、少しだけちょっと、ね、ひねってどうやって言いますか。もっと丁寧したいんだったら Can I ask your name? Can I ask your name?、うん、っていうふうに言えばいい。で、これもめちゃくちゃフォーマルっていうわけではないので、 What's your name? っていういつもの表現から抜け出すために意識的にこれ使ってほしいんですよね。 What's your name? は命令ってなってるから、あ、ちょっと怖い、うん、Can I ask your name? はちょっと丁寧ソフト、うん、Hey, how's it going?Not bad yourself?、うん、Can I ask your name? 申し訳ないけどさ、一番最初からずっと会話にするとめっちゃ時間かかるから、これでストップ。今のカット。あ、カットじゃん。俺は面白いと思う。あ、オッケーオッケー。あの、圧はどのぐらい覚えれるかを。僕全部覚えてる。メモリーゲームになる。メモリーゲーム。皆さんはね、ぜひ動画の前でやってみてください。はい、で、次、What's your name? っていうふうに言われて、My name is Atsu って言うと思うんですけれども、他に言い方何かありますか？ Hey, call me Atsu とかでいいんじゃん。あ、call me Atsu、うん、これちょっとやっぱり上級者です。誰も。ね、なるほどね。call me Atsu。もう上級者だ、この人ってなる。びっくりするよ。びっくりするか。そうそうそう。普通、my name is だ。なるほど。call me Atsu。なので、まず最初は、Hey, how's it? おい、やめろよ。うざい。うん、ということで、call me Atsu、ね、call me John みたいなね、call me 誰々、使うようにしてみてください。じゃあ次は、
Nice to meet you、うんね、これ使うと思うんですけれども、これをどうやって言いたいんですか。 Please to meet you。 おー、上級者、上級者。 Nice to meet you、ね、Please to meet you。 なかなかやっぱり Hey, nice to meet you って言いがちなんですけれども、ここをあえて Please to meet you っていうふうに言うと、うん、Please、まあこれは嬉しいっていう、ね、はいね、Please meet you、うんね、はい、これしっかりと覚えておきましょう。 Please to meet you。 では次、もちろんこれ皆さん使っていると思います。 Thank you、ね、Thank you。 でこれを言い換えてちょっと上級者にしていきたいんですけれども、うん、Much appreciated とかはどう。 Much appreciated でこれ Thanks much appreciated とか Thanks appreciated のようにも使えます。この Appreciated っていう言葉を使うと、いわゆる Thank you Thanks っていう、もうこの初級者の、ね、単語が抜け出せるので、うん、今までずっと Thanks Thank you しか使ってなかった人は Much appreciated とか Thanks appreciatedっていう感じで使えば、ね、うん、OK なので Appreciate という言葉を使うようにしてみてください。では次、 Thank you っていうふうに言われたら、皆さん、まあ、よく言うのが You're welcome、ね、これ言うと思うんですけれども、 You're welcome も毎回毎回そればっかり使って、うん、もう永遠に、ね、You're welcome が抜け出せないので、 No problem とかはどう。 No problem 問題ないよ。 No problem at all、 No problem at all、 ね、うん、全く問題ない、うん、No problemなので、Thank you っていうふうに言われたら No problem、ね、これ使うようにしてください、はいね、で次、これも英語を話していると言いがちなんですけれども、 I don't know 言いがちですよね、うん、特に日本人って言いがちじゃないですか。 I don't know、はい、これ、うん、IDK っていう人も最近いるね。 IDK って言葉で I don't know、 IDK っていう、 IDK って、うん、そうそう、俺のほぼ長さ変わらない。俺の子供もいるよ、 IDK って IDK、うん、ほぼ長さ変わらないじゃん。でも、I don't know, I don't care. Not quite sure とかはどう？ I'm not quite sure. そうそうそう。I'm not quite sure. って言うと、うん、いや、これはレベル高い。レベル高いね。いや、もう、それはすごい。もう、I'm not quite sure だよ。相手はメモに上級者だって。いや、もうすぐアドバンス。そうそうそう。はい、I'm not quite sure、うん。はい、いいですね。なので、why とか言われた。I don't know, I'm not quite sure、うん。つなげてもいいしね。そうだね。I don't know, I'm not quite sure、うん。コンビネーションでもね。はい、コンビネーション。コンビのね。で、合わせ技も使ってみてください。うん、では次。I'm sorry, sorry、うん、ね。ごめんなさい、ね。よく言うと思うんですけれども、sorry じゃなくて、my apologies とかはどう？ my apologies、うん。これ、my は絶対必要なの。apologies でもいいよ。apologies でもいいんですけど、うん、これ、複数形だよね。そう。必ず。apology じゃなくて apologies。はい。で、apology っていうのは、あの謝罪のことですね。ごめんなさいということなんですけど、そんなに硬くはないよね。うん、apologies ね、apologies。はい、sorry の代わりに使ってみるようにしてみてください。では次、大丈夫っていうふうに言いたいときに、Are you okay？ ね、これはよく使うと思うんですけれども、Are you okay？ Are you okay？ ではなくて、How are you feeling？ わあ、レベル高い。そんなに。How are you feeling？ How are you feeling？ とか、出てこないよこれ。Is everything？Okay. いいでしょうか。いや、でもそれもレベル高いです。Is everything fine? Is everything fine? Okay. Okay. それいや、これはレベル高い。これも高いんだ。よかった。俺上級者だった。英語。これはすごい。だって初級者だってやっぱり Are you okay? って、ね、だからこれぐらいで終わっちゃうと思うんですよね。うん、言っても What happened? とか、うん、だけれども How are you feeling? なるほど、うん。これはなかなか言えないと思うので、アップデートしていきましょう。はい、では次、相手の説明とか、ね、英語で聞いて、いや、わかんない。Sorry, I don't understand. I don't understand. っていうことあると思うんですけれども、これをちょっとレベルアップすると、I don't get it. Sorry. あ、しかも言いやすい。I don't get it.、Mm, I don't get it. Get っていうのは、ね、手に入れる。Mm. だから、相手の言ってることを手に入れる。理解するっていう意味があるんですね。Mm.なので、understand の方が使いがちなんですけれども、I don't get it. Sorry, I don't get it.、ね、これ使うとね、ちょっとフォーマルな場面でも全然使える表現ですので、うん、ぜひ使ってみてください。では、次なんですけれども、例えば英語で、ね、友達と待ち合わせするときに、Can we meet at 2pm? のようにね、言ったりすると思うんですけれども、この Can we meet at っていうのを言い換えると、うん、Does 2pm work for you? とか。Does 2pm work for you? そうそうすごい、うん。なんとか work っていうのは仕事するってこと？仕事じゃないけど、うん、大丈夫っていう、うん。そう。なんとかが work っていうのは、その、まあ、うまく動くと。だから、うん、自分にとって都合がいいっていうことなんですよね。なんで、does なんとか work for you? これ時間じゃなくても使えますよね。うん。I need to get to Osaka by 2pm tomorrow.
Will this 新幹線 ticket work for you? とかでも使えるんじゃないの、うん、うん、まあ何でも使えるね。うん、Does size area work, work for you? For you?、うん、そう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 。Where do you want to meet? Does McDonald's work for you? うん、そうそうそう。何でも大丈夫です。なので、これがあなたにとって都合いいですかっていう時に使いますので、Does 2pm work for you?、うん、使ってみてください。で、言われたら、That works for me、うん、っていうふうに言えば、OK、とか That's fine でもいいし、ね、That's fine でも OK です。では次なんですけど、場所を尋ねるときにやっぱり Where's っていうのね、 Where's どこどこっていうのを使いがちだと思うんですけれども、これをちょっとレベルアップすると、 Can I ask where 〇〇 is? Can I ask where どこどこ is? 例えば、うん、Can I ask where the bathroom is? Can I ask where the bathroom is?、うん、Can I ask 聞いてもいいですか、うん、Where どこどこ is でどこどこが、どこにあるのかという意味になりますね。なので Can I ask where the bathroom is? だったら bathroom がどこにあるのか教えて、ね、聞いてもいいですかっていうことになります。ちょっと長いので練習する必要あると思うんですけれども、 Can I ask where なんとか is の形、いろんなものを入れ替えながらぜひ練習してみてください。では次なんですけれども、Really? 本当に、ね、これはよく使うと思うんですけれども、これをちょっと言い換えると、ちょっとカジュアルだけど、For real? For real?、うん、ああ、いいですね。For real? これは、うん、どういう時に Really? と really? 同じ、うんうんうん、だから、Are you serious? とかでもありそう。おー、これもいいですね。じゃあ合わせて覚えておきましょう。For real? Are you serious? Are you serious? の方がちょっと真面目に言ってんの、うん、真剣に言ってんのねえ、うん、ちょっとね、驚きが強い感じがありますが、この2つ使うようにしてみてください。 Really? じゃなくて For real? Are you serious?、ね、こういうふうにちょっとオーバーな、ね、うん、言語だから、そうだね、はい、うん、このようなオーバーなリアクションしながら使ってみるっていうのもいいかなと思います。では次、時間を聞くときに What time is it?、ね、What time is it? っていうふうに言ったりすると思うんですけれども、これを言い換えると Do you have the time? とか Do you have the time?これ時間あるのっていうふうに聞いてるように聞こえるんですけども、うん、違うんだ。そうだね、これまあまあ何時ですかっていう、もともともしかしてね、時計を持ってますかみたいな意味だったかもしれないですけど、なるほどね。 Do you have the time? そうそうっていうことですね。今何時ですかという意味です。で What time is it? でもいいんですけど、普段使わない表現どんどん置き換えていきましょう。ちなみに時間あるだったら Do you have time?、うん、になりますので、うん、The がね、得なくなりますので、こちらを覚えておきましょう、うん。はい、ということで、今回は超初級者のレベルの方が、ちょっとこう上級者に超えるようにというのをやっていったんですけれども、どうですか？いや、いつもやっぱりこの表現使っちゃうなっていうのあったと思うんですけれども、意識的に必ずこれを置き換えるようにしてください。毎回これしか使えないみたいなルールを自分の中で設けて英語を話していると、そっちがね、自分の得意な形に変わってきて、話せる領域、ね、使えるフレーズっていうのが増えていきますので、ぜひ頑張ってみてください。で今回の内容に関しては公式 LINE で超初級と熱英語の公式 LINE で入れて、キーワード入れて押していただくと、テキストは無料でダウンロードできるようになってますので、こちらも合わせて復習してみてください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。